こんばんは。うんか卒業コンサートお疲れ様でした。ご無沙汰してます。ここ2日間配信してなかったからね。こんばんは。人来るかな。今日帰ってきました。東京に戻ってきました。久しぶりのアイドル、マジ楽しかった。マジもう楽しすぎて。アモクロあんなに集まるとは思ってなかったですよねでも本当みんなとよく喋ったし楽しかったね。本当に うちの子とのスリーショットに感動そう、うちの子2人頑張ってますから3期集合、本当にねえ、もうね、みんなね久しぶりじゃん。だって私でもさ、私ですら最近卒業したと思いきや、もうあと 2、3ヶ月で、あれよ、もう4年4年経ちますから。そう、今はね、その舞台とかでステージに立ってるとはいえよ、やっぱ違うやっぱ違うよ。もうめっちゃおもろかったけど、本当にみんなさ、こうやってダッ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 ってこうやって出てるじゃん。こうやって出たけどマジもうその前とか、あ、やばいなとかってみんなで、ね、どうするとか、あ、緊張してきた、うんか綺麗、待って、もう泣きそうやねんけど、やばい頑張ろうなみたいな。こんばんは。なんか久しぶりの名前の人がいっぱいいるこんばんは。いや、楽しかった、めっちゃ楽しかった、すっげえ楽しかった。緊張で震えましたか。震えました。久しぶりに震えた。でさ、普通の今までのコンサートの時さ、あんなに震えなかったもん。今までもう全身の力を抜いてから Are you ready? ってでダーンって出たりさしてたのに、あなたがいてくれたから、あーやばい、待って落ちサビってことは、もうすぐ、やばいみたいな。チッヒーだったかな、誰だったかな、メンバーにね、現役の子にね、イナッチさんがこんな緊張してんの珍しいみたいなとか言われて、でもほんとよっぽどでした。私はお配信見てました。おー、最前列で見てました。マジっすか。すぐ見つけたよ、ありがとう。7期から被ってない、そうかな、けどなんとなくその頃10周年のライブ見に行ったり、ちょいちょい知ってる名前と顔の子はいる。うん、存在感あったって、やった
ップ大阪ベイサイドね、初めて行きました。ユニバの近くで、おー、朗読劇で会った2人を見れると思ってなかったよ。そうそうそう、すぐペンライト赤で振ってた、あ、赤で振ってたの、え、ごめん気づかなくて、もう嬉しくて、でもあっという間だった、一瞬やったわ。あー MC ね、いやもうね、うちらブランクありすぎて実際何喋るみたいな、何喋ろうってなったし、あんだけわちゃわちゃね言ってたのに何喋るってなったし、あんまり私たちがね居座るのもやっぱ皆さんウーカと、あと他のメンバーをねやっぱ見に来てるから、そこはほどほどにと、うん、だからもうみんなも焦っちゃって余裕がなかったね。宮本亜美ちゃん会いましたか、もしかしたら会ってるかもしれない。いろんなことね、なんかすれ違ったこと知ってたら喋ったりで、写真載せた子は全員喋った、それ以外はあんまってか、あんまどころか全然、なんて言いますか、ね、みんなもほらコンサートで普通に忙しいしさ、本番前の準備とかね、卒業生がうろちょろしてんのもあれでしょあ、もう一人ちびっこいたかもしれない、なんかさ、早くにはけたよね、あのもう年齢の問題かわかんないけど、なんかそういう子が5人ぐらいおったかな、5人くらいおって、多分で、そう、その子をこうツインテールしてるあの子の名前ないと、あやみちゃんだっけ、誰な、なんだっけ、お名前は何ですかって聞いちゃってやばいよな、もうこいつ誰やねんみたいな先輩にさ、なんかお名前は何ですかって聞かれてさ、一緒に写真撮ってもいいですかとかさ言われてさ、なあかわいそうにそう、それでそう、ツインテールのこんな可愛い子がおって、え、やばーっと思って、えみちがご飯の写真ツイッターに載っけて、それも素敵でした。そうなんです、行ける子だけでね、コンサート終わりにみんなでご飯に行きまして、そう、楽しかった。小判ファンレベルが上がりました、ありがとうございます。それこそセイラちゃんの晴れ舞台だから、後輩も話したくてもいけないよね。ねえ、でも、うん、ほんと会えることは会えたし、あ、そう、レイちゃんを見つけられなかったんだよ、学園にいたのかな、どこにいたんだろう、なんか、え、どこにいたんだろうみたいな、そういえば会ってないみたいな子がさ結構いたわけそう、そうなの、ほくろネタではないけど、なくなってなーってさコンサートお疲れ様でした、ケイトも喜んでましたみたいでよかったです。
可愛かったケイトちゃん。なんかさ、お姉さんになってたからさ、ケイトって声かけようと思ったんやけどさ、あれこれケイトちゃんかなと思って、ケイトやんなと思って、ケイトって言って、それしばらくしたらミカナちゃん捕まえてそう、今日東京に戻ってきました。超眠い、やばい、超眠いっす。あ、写真撮ったのはあやみちゃん、その相方がアミタンっていうちびっこ。あ、じゃあちびっこが2人いるんだ、中1の子が。そうでしたか、すいません、存じ上げずにすれ違って、あ、かわいい、どんどん悩む、かわいすぎるやろっていう子がいたから、すいませんって声かけました。今来た人何の話してんだって思うと思うんですけど、あの、私の同期 NMB48 3期生の加藤優香ちゃんの卒業コンサートに、はい、同期として、あの、ゲスト出演させていただきまして、アーモンドクロワッサン計画歌いました。俺も今朝バスで戻ってきて、わあ、バスでお疲れ様です、あー仕事まで、あー重たいカメラ持って、あ、大変お疲れ様でした。うちのしおり、うちのしおりなの。しおりのあったかな。話せてないっす。しおみん。ね。なんか。後輩から声かけてもらえるってめちゃくちゃ嬉しい、嬉しいわ、嬉しい、ありがたい、本当に。涙の湘南やってくれるんじゃないかって期待してました。いやー、涙の湘南やりませんよ。え、でもなんならもう全然、あの、背中から抱きしめてとか、もう全然歌いに行ったよっていうくらい、やっぱね、背中から抱きしめてのしゅうちゃん、うん、うーか、私、そう、覚えてる人いる？3人会いたかった公演知ってる人いる？この関係性で歌ってた、私、ウークが私だけを、これやりたかったあっちを向いたポニーテールで言うして、ほっぺをわざと膨らませて、テールで言う、不機嫌をあなたを困らせる、ウーか私だけを、はあ、やりたかったやりたかったって、あの目線を合わせるとこ最高なんよね。おー、知ってくれてる、ありがとうございます。アモクロのリハやりましたよ。もうみんなね、マイクやーとか言って、まあ私が一番マイク持ってたことに喜んでたんですけど、マイクだーって、で、あ、緊張するなーとか言って、で、いきなり、あの、タッタタタッタタ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 タ出るで、自分のタイミングで出たところで曲が止まってたそうそうそう、でリハーサルだが時間もなくて1回しかできなかったんだけど、
リハはやってやった後に偉いっていうかやっぱ三期やなって思ったのが振り合わせをしましょうって言ってだからもうウーカは時間がないからもうウーカ合わせで行こうリハの映像を見てちゃんとこれは右からちょっとあかねこうかがめてでこれはあのこうじゃなくてこうやってやるとかそうここはその場でだんだんだだ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 だこれは右からとかねそうでこれクラップは4回叩いたらあのそのままスンってしながら集まってであとこれはやるとか計画立てよですぐ広がろうみたいなとかそうステージでのリハは本当にもう5分ぐらいだったかなうんでそっからもうみんなで裏で合わせました騙されたと思って食べてみて計画懐かしいですねやりましたやっぱ3期の中でもやっぱそれが一番絆としては深いですかねそれが思い入れ深いと言いますか若くて何もわからない私たちがもうただひたすらにがむしゃらにある程度状況を把握してからの活動よりやっぱりああやって必死にもがいてた頃の記憶の方が強くてうん石塚さんとはどんなトークをあんまり今回いちいちで喋ることは誰ともなかったけど今度会おうぜって言って彼女もおそらく東京にいるのでそう久しぶりに話せて嬉しかったいきなり嘆きのフィギュアは泣いた分かる泣いてないけどさ私はえやばーと思って私の母が見に行ってたんだけどママとかよくね生誕祭もそうだし、まあ、会いたかった公演 DMM でずっとママは見てくれたりしてたしもうすごい大人なお人形さんになってたとか言って、うん、でその後の会いたかったのビンゴもうジーンってきて泣いちゃったってママが言ってたうん、あ自分の劇場デビューが会いたかった公演ありがとうございます懐かしいですね本当にアーモンドクロスさん計画の時は登場からずっと3期生のみんなを双眼鏡で顔見してたねえあのさあれ双眼鏡必須だよね私さモニターあると思ってたのないじゃんだからさでもなんかちょっと何人かおーって登場した時あーとか言ってくれてもう私のこと分かるみたいないやありがとうございますうっすすみたいなそうあれでさタンタンで後ろにさ名前とさ顔がダーってさあーってなるやんまだあーおーみたいなもう誰みたいなこないだ誰みたいななあありがとうございました本当にそうリハーサル1回でで裏でめちゃくちゃ合わせてあれですはいありがとうございますそうだもっとリハーサルしたかったなとか言ってでもなんか空気的にちょっと何回もできる感じじゃなかったもんなとか言って980円入場料金で会いたかった公園行ってましたそうよ昔はね1000円払って20円お釣りが返ってくる時代だったの今はもっとねもうね、あのね、年齢じゃなくて値段変わりましたけど当時は本当にお客さんにね1000円を払ってもらうんだからその
ちゃんと自覚持てって。はい。普通の学生だった子らがさ、急にステージいっぱいリハーサル練習をするとはいえよ。ね、お客さんを集めるって大変だし、学生である我々がファンの方からそのお金をね払っていただくっていうことがまあどれだけすごいことか。うん。研究生時代から言ってた。すごいよ、すごい。N 公演全然当たらなくて、B2 大変やったからな。本当に、いやもう私たちの私3期とか B2 のことももちろん好きですよ、大好きだけど、やっぱ N の方がもうレジェンドの、レジェンドレジェンドの集まりじゃないですか。あの銀河、銀河なんちゃらみたいな言われてたやんか。いや、そりゃもう倍率えぐいよなって思います。18で時計は止まらないしってところ、自分もまだまだ先のことって思ってたね。メンバーも私も18で過ぎて泣けてきまして、いやほんまやで。えちょっとコメント追いつけてなくてごめんな。いやそうなんですよ、あのまだ写真とか載せてないけど、そのコンサートの前日にサキピとチュバとコノミンと私の4人でご飯行ったんですけどやばくないみたいな、歌詞やばくないみたいな。そう、でも18で時計は止まらないし計画立てようなんて言ってる場合ちゃうくないみたいな。で帰りコノミンと方面が一緒で、一緒に改めて歌詞をね、歌詞確認とともに歌ったんですけど、何だっけ、ラジボックス届けてあげる、てて将来を考え始めたの、そういつまでも学生じゃないし、学生ちゃうな、そろそろ現実見つめなきゃね、ちょっと待ってくれよみたいな、やめてくれよってなったり、あと大サビ前の親だって年を取ってきたし、お見合い写真チラチラ見せるし、さすがに遊んでいられないわ、抗っても月日は過ぎてゆくし、待ってやばないいや別に遊びほうけてるわけちゃうけど、確かに親は年取ったな。抗っても月日は過ぎていくし、待ってめっちゃぐさぐささしてくるやんみたいな。本当に。っていうのをご飯ね食べ終わって二人で帰りながら。やばいなぁとか言いながら、盛り上がっても1キュッパー、盛り上がらなくても1キュッパーの時代ありましたね。アイドルの夜明け公演でしたっけ、懐かしい。パーティーはそうね、パーティー公演はまあ1回しかやってないからね。劇場前でビラ配り、私はね劇場前ではやってない。あの AKB カフェ昔あったじゃない、 AKB カフェで、そう銀河系集団、そう一面やね、お一面って分かるんや、そう昔からそう、歌詞が追いついてきた感じかな、いや歌詞がなんか染みるじゃなくて刺してくんねん、ぐさぐさ。お見合い
写真チラチラ見せるし、この後がひどい。さすがに遊んでいられないわ、抗っても月日は過ぎてゆくし。いや私は今毎日楽しいと思ってるからそれでいいけど、けどそう、そうだから10年前の曲ってのがやばいやばい。けど当時はそこまでその歌詞に重みを一切感じてなかった、一切感じてなかった。秋元さんすごいね、すごいよく、まあすごい歌詞を作るもんですわ。でも本当にアモクロは今我々3期生の曲っていうのがきっと昔からのファンの方とか昔を知ってくださってる方はね多いと思うんですけど、知ってるそれのイメージが強いと思うんだけど、今も結構若い子がさ、あの最近入ってきた子とかがさよく歌ってくれてるじゃないですか。だからそうやって何年経っても大切にしてもらえて嬉しいなって思う。でそこで、でこの曲はさこうやって我々はこういう気持ちでこうなんかさ、もうついさ背中から抱きしめてとか、でも本当に会いたかった公演の曲とかビンゴ、あのね、あのただいまレイチのビンゴとか、なんか本当におせっかいレベルで言ってしまいそうになるね。ほんまにおつぼね感出るからもう何も言わんとくけど、この曲はねこういう意味が込められててね、ここの振り付けはこういう風にとかもう言っちゃいそうになるの。ダメ、ここはもっと重みがあってとか、うるせえ先輩になるからやめますリナッチが大人になってんなって再認識。いや木本さんすごい。いやみんなね確かに大人にはなってるし、あの頃はガキだったねって、ガキんちょじゃんってあらためてみんなで昨日はそんな話もしましたね。うん、本当になんかいろんなスタッフさんに謝りたいよねって別に特別悪いことをしたとか理不尽なことを言ったとかじゃないけど、その何もわからないわがままさとか、私たちは必死にやってるのがなんかやっぱちょっとちゃうかったような、何必死にやってるのが違うじゃない、なんていうの、やっぱり行動が全て子供なんだよねみたいなマジ謝りたいよなとか言ってようわがまま言ったよなとか言って、後になって気づくんですよねそういうのってね。まあ気づけるだけいいですかね。うん。とらゆきさん、ごじゅうゆきちゃんとありがとうございます。本当にでも楽しかった。もう二度とないでしょきっと、マイク持ってステージ立ってああいうあの NMB48 のファンの方がたくさんいるっていうし、いろんなねメイクさんやら運営の方々、そうスタッフさんにも久しぶりだなっていう、うん、元気そうだし、なんか変わってなくてよかったみんな、うん、いいね、ああいうのああいう会に、いやマジマジウーカ呼んでくれてありがとう、本当に。そうあれが最後なんですよ、もうきっと今後ないでしょう。うわもういや
でもさ、もうさ、我々、まあ、3期 の、 あのチーム B2 の中で考えれば、もうさ、もう競うものがないわけじゃないですか。序列だどうの、なんだろう、他のチームに負けないようにとか、そう、でそういうのがそういうのあっても、もちろん仲良くね、チームとして一丸とやってましたよ。けどもう今もう完全にそういうのもなくなり、何か競うものがない、フラットな関係になったからこそ、もうお姉さんにもなったし、もう普通の友達って感じで、まあ、また遊ぼなみたいな、そんなノリで、昨日というかもう今日か、あ、もう日付変わったから昨日かは解散しましたね。うん、なんかまたすぐ会えそう、みんなに。結局変わってなくて元気なのが一番よね。そう、一番。短期コンサート、いやー、みんな集まってくれそう、あのファンの方集まってくれそうだな。出したらみんなも意外とノリノリでやるでしょうけど、皆様のもう心の中、記憶の中のままでお願いします。もうそこから塗り替えずに、もうあの若くてキラキラ、あー、セビッショリになってのあの時代、記憶で美しいまま残しておいてください。チェルちゃんに会えた、写真載せたべ、載せたよ、ツイッター見てよ。トムちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。そうなの、いい意味でみんな変わってなくて、なんかそのまま大人になった。まあでも根本的なものは変わんないじゃないですか。そうだから当時の関係性のままで、まあ、あとはみんな丸くなったね。うん。すごくいい回だった。うーか、ありがとう。本当にで、総合的に昨日集まったメンバーはみんな、もう NMB に入ってよかったよねっていう、って思える環境。大変だったけどね、大変だったけど、うん、けどそれでもあれだけ打ち込めるものがあった、のはすごいよねって室岡なとマコポン来たのびっくりした、まさか来てくれるとは。いや、もうあの二人なんてめっちゃノリノリやって、そんなもう来るよ。めっちゃノリノリやって、あの二人は。てかもう三期の、そうやね、割とどころかもう私なんてもう絶対行くって決めてたし、そう、みんなで、ね、超ワクワクしてたよ。どうする、みんなどこまで本気で、あの本気のあの振り付けでやるみたいな。でもさ、あんまさ、こんな感じすかすのもさ、すかすのってあんまあれじゃないみたいな、楽しく
やろうぜみたいな。そう、配信とか今チケット売ってんのかな、まだ。そう、アーカイブとか見てもらうと分かるんですけど、大サビ、アーモンドクロワッサン計画の大サビ、半円の時に、ででででででで、のところで、コノミンが隣で、コノミンとこうやって一緒にできたのがちょっと嬉しかった。リラってはじめ元3期が NMB48 卒業した感じかな。え、どういうこと。ある意味リラッチはじめ元3期がどういうこと、どういうこと、3期、うん、ちょっとコメントの意味がちょっと分かってないけど、ウーカが最後です、3期生は。俺はケイトの自己紹介でヘナヘナになってるリナッチのままで止めておきます。はい、お願いします。あ、けど舞台とかやってるんで、あの予定合えば来てくださいね。会える場所はあります、私と会える場所はあります。はい、アイドルはやりませんけど、けど楽しかったし、マジ全然、あのいつでも呼んでって感じ、いつでもやりに行くし、ほんまにあのシングルとかもあの楽屋でね、コノミンと千葉と私で純情アンダーナインティーンを踊ってました。前々からオファー、そう、あのね、ウーカから個別でご連絡をいただきまして、そうそうそう、もうね、いつ連絡くれたんだかな、忘れちゃったけど、卒業発表した後か前か、もうそれも忘れちゃったけど、後かな、いや前かな、そう、いや嬉しかった、そんな声かけてくれるなんて。だってね、一緒に頑張ってきたけどさ、ウーカとはさ、もう初めの1年半ぐらい、1年か1年半ぐらい以来、もうチームがさ一回もそこから一緒になってないわけ。けどやっぱりスタートダッシュで一緒に頑張ってきた思い出って本当に深いんだよね。3期はウーカ入り口だったから、俺もこういう卒業かな。卒業できる、リクアはね、え、でもさ、最近のリクアはさ、ほらもう曲が決められてるじゃない。最近のっていうか、この間やってたやつ、涙の商談とか、ほらね、枠になかったでしょ。アンコールだったらデニムのショーパン着てほしかったですね。いや、もう私も初めにそれ思いましたよ。誰かしらあの現役の子たちと同じように、あのデニムのショートパンツ、スニーカーで、誰か来ないかね。ってなってました。けどみんなおしゃれしてきた。私のあれ、あ、
今もう洗濯してるけど、よくここに垂れ下がってたでしょ。それはあの衣装でした。いや同期ってええな。うん、特に B2 はマジでマジで一丸となってやることが多かったし大変やったし、うん、なんかめちゃくちゃ全てを鮮明に覚えてるわけではないです、正直。けど断片的にポツンポツンポツンってなんか覚えてるんですね。ああ3期って今でも SNS やってる子多いか。そうか、多いか、久しぶりかなかった。あ、そうですか。公演曲は別で投票できた。俺は春が来るまでに入れた。マジっすか。そうなんや。じゃあワンチャンあるってことかけどもうなかなかないでしょ。初代 B2 時代が一番いろいろあって楽しかった。そう、もういろ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 あるとさ、やっぱそれだけああいうなんだろう、穏便すぎると印象に残らなくなっていくよね多分。ああいうグループとかで、うん、グループどころじゃないか。昨日夜な夜ならしくないとか CD いろいろ漁りましためっちゃおもろい。あー NMB 見たい気持ちが募って、あらまあそう。いやウーカの卒コンめっちゃ良かったくない。あの特に会いたかった公演の時代から知ってる人からしたら、えもう無理やと思う、あのセットリスト。もう嘆きのフィギュアとか、ウーカ会いたかったとか、えもう本当に3期生もうあの段階からマジ歌いに行くでって上でそう楽屋で言ってて、本当に会いたかったって。多分みんなの方がこう、あでもみんなもう切れないかも、もう筋肉ないし体力ないからもう切れないわ、もうあのキレキレであの高さで合わせてできんでって今言おうとして多分無理やった、あかんわ。初代 B2 はメンバーみんなで作り上げてる感じがより一層強くて見てて楽しかった。 ありがとうございます。そう、私当時はそうマネージャーさんともめっちゃぶつかったけど、でよくマネージャーさんもさ、いやほんまあのガキンチョたちのさ意見を聞いてわがまま聞いてさ、すごいよな。ああ言えばこういうもう集まりやんか、もうそんな。涙の湘南一択、いや歌えたらやばない。えけどさ、やっぱもうあれは NMB で歌うなら我だろうって思っちゃうから、ちょっといや嫌 やな。そうじゃないってまたほらおつぼねが言っちゃう。そうじゃないんだよ、そこはそうじゃなくてさ、うるせえ先輩になってしまうからほどほどにします。充電がない、はい、
あ、コメントにそういうの書けるんだ。へえ、あ、そう。じゃあ、あ、そうなんや。そっか。わかる、マジ無理すぎたやろ。そう、あの中盤のユニットのとこもやばかったな。てか何があって、ウーカが体力お化けじゃないですか。もうすごいから、あの子なんであんなに踊って完璧な、やっぱすごいんだよあの子は。あの子の凄さをもっとみんなが知るべき、ほんまに本当に思うんだ私はそれを。さん音を泣かずにはいられなかった。たかしのちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。そうよ、3期はすぐ振り揃えるから。ドレスも美しかったな、ウーカ。あの本番までどんな衣装か知らなかったんです。セットリストは知ってたんだけどね、あの登場してきた時のあれ、嘆きのフィギュアの衣装も知らなくて、はじめスケジュールにはその卒業生の皆様もエンジンによかったらご参加くださいって書かれてたんだけど、ちょっと会場がね、裏が本当に狭くてですね、みんなが入れるスペースがないということで、はい、楽屋待機ででモニターで「うわ始まった始まった」とか言ってねえ、すごいよかった。そうなんです、ターンしても軸がぶれない、本当にそう、本当にそう。し手がピーンって伸びるし、ピーンって伸びるし、なんかさ、なんすごいわあの子、ほんまにほんまにすごい。カタルシスの時3回転してたのもすごかった。やっぱ3回転してたんだ。え、聞いてくれよ、あれ配信で見てたんだけどさ、カタルシスさ、感想のあれ醍醐味やんか。もうなんならもうデデ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 デみたいのに、そこ映ってなかった、ちょっと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 みたいな。いや待ってくれよ、カタルシスはそこ映さんでどこ映すねんっていう。見たかった、ウーカの3回転、ウーカの3回転見たかったけど、ママは見たらしい。ママは3回転見たらしい。いいなあ、 あれ本当は2回転なのに3回も回ったんでしょ、すごいね。そう、マジでガチの見せ場やん、あれ。あんなんさ、でで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 、でもうここもサビもそうやけどさ、タン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 、いや感想のタン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 、見せてくれよ。
そう、本当あれダブルターン、そう2回転なんだけど、ママが3回転って言ってて、ほんまかって言って、でも3回転してたんやろ、じゃあ3回転やきっと、3回転だってすごいな。そうね、私もカタルシス何回か、うん、歌ったことはあるけど、難しい振り付けの方、3人バージョンの方では歌ったことがないです。けど私回転得意だからさ、くるくるって回るの得意やから。なになになに、え、なに今パンダ、え、どういうこと。そう、回転は得意やから、あれ1回ぐらいな歌ってみたかったんやけど、残念ながらそのメンバーには選ばれなくて、コンサートの時とか、あ、自分のソロコンとかで、ソロコンというかソロ公演とかでやっちゃえばよかったかなけどさ、やりたい曲が多すぎてさ、ああいうソロ公演とかも。たまちゃん、これ何なんだろう、サメ、イルカ、なんかパンダじゃない、え、何、怖いんやけど。このありがとう、たまちゃん、今来たの？ずっとコメントしてないよね。ありがとう。2時前にもう終わろうかな。終わろう終わろう。お、怒りちゃん、初代 N の亡霊。初代って初代すぎひん、それ。初代っていつ、あーもうビーチボールありがとうございます。あ、あったね、パフォーマンスでウーカがパッてやって、あれ前に飛んでいかないのがよかったね。またあれ下手にコロコロコロってね言ってたね、すごい。あれ多分サメに食われたパンダ、マジ可哀想に。任天堂ストア、何も買ってないです。なんかさ、買いたかったんだけどさ、欲しいものがなくて、前弟がそのスプラトゥーンのマスコットね、プレゼントしてくれて、あと靴のランダムのやつとか、なんかいい感じのなんかね T シャツとかあれば買いたいなと思ったんだけど、なんかいいのなくてね。お菓子とかもいいんだけども、カンカンお家にあっても仕方ないなとか買いませんでした。塩吉さん、カンナさん、懐かしい。そうやな、初代チーム N ってなるとそうやな。うん、ウーカの卒業公演はもう遠くから見守ります。大阪に8月1日いるかもしれへんけど、あの SM オペラという舞台がもう近いので、いる可能性はあるけど駆けつけにはいかないです。昨日のご飯のお店に聖地巡礼したいわ。頑張って特定してくださいスーパーマリオ RPG のリメイク、そんなのあるの、なんだそれ。空き缶もそうだね、空き缶ね、あってもね、いや可愛いよ、可愛いんだけど、長い目を見た時にどうしようってなるんよね。ねえ。
ねえ、そう、たおうかの誕生日の日に失業公演よく頑張った、すごいよ、舞台頑張ってね、だよ、本当にね。スーパーファミコンの世代じゃないからわかんないわ、ごめんごめん、わからん。うん、閉店30分前に任天堂大阪、閉店30分前だったら十分見れるでしょ。けど任天堂のいろんなキャラクター好きなら足りないかもね。私はもうあのスプラトゥーン以外はそんなに深入りしてない、好きなキャラクターも特別いない。あの赤い飲み物、あ、あれザクロチューハイですね。はい、ザクロサワー飲みました。劇場公演でくれないから全部あれ見た方がいいよ。あれはね本当にいいライブだったと思う。私はアーモンドクロワッサン計画しかね出演してないけれども、もうよかった。もうあの素敵な卒業コンサートの中で一曲だけでも出演させていただけたことがもう嬉しくて仕方ない。ポケモンストアね、あったね。あれもちょっとあれ、私さポケモンそんな詳しくないっていうか、まあ、知ってるよ、小学生の頃とか好きだったし、けどさぬいぐるみマスコット系ちょっとあれ可愛すぎてさ、あれお店の中まで入んなかったの。けどレイアウトで飾られてるの見たらちょっと可愛すぎたから、あれ行ったら買ってしまいそうな気がする。あのチラーミーだっけ、チンチラのやつとか、あと私サーナイトとかなんか好きなんですよ。うん、買ってしまいそうやわ、あれは。ヤドン、ヤドンも可愛いね。うん、うーん、あー、アホ、ラブ85のライブ行こう。スタンディングだったっけ、あの子はさあと、いやスタンディングってしんどいよな。いやなんかさ、こう斜面があるならいいんだけど、ちょっとね平面だとしんどいよねって思った。サーナイトは人気高い。あ、そうそう、サーナイトとなんかめっちゃかゆいんだけど、なんだっけ、キルキルリア、なんかいるじゃん、サーナイトの進化前、誰かわかんない、私あれあの子たちが好きなのよ。一番最初じゃなくてその次の子とサーナイトが好きなのね。すっごい昔のポケモンでしょ。そうだから私の記憶はその辺で止まってんのよ、10年以上前で。あとはもうチラーミーですね、かわいい。あ、キルリア合ってた、ラルトス、キルリア、サーナイト。そう、私クラシックバレエやってたからぽいじゃないですか、あの子たちキルリアとサーナイトって。だから好きなんですよ。 あとイーブイの中だったら何が好きかな、なんか好きなのいる。エルレイド、あ、男の子っぽいバージョンのやつかな、違う、エルレイドか、見たら分かるか。
ワッキーのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。ウーカいなくなってミーキの下、ミーキの下ってなんだ、え、規制の問題、年齢、ん、ウーカがいなくなってもミーキの下まだ4期生がいます。まだとか言っちゃったけど、4期生5期生ドラフト、あ、4期ドラフト5期6期といますよ。なぎちゃんとちひいます、頑張ってます。たかしのちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。4,5 ドラに6やって、しおんちゃんがドラにか、ああで6ドラさんか、そっかそっかそっか、6とドラさんがすごいね近いんだよね、ドラさん6期か、そうやな、ラビリンスちゃんが6期やから確か、え、ちゃうっけ、でケイトとかミカナちゃんがドラさんやから、そうそうそう、たかしのちゃんハートありがとうございます、ありがとう。ブイズはブラッキー、あーブラッキーね、いやブラッキーじゃないな、え、ニーフィアも、ニーフィアも好きやで、え、なんやろ、なんか好きな子いる、私あのシャワーズみたいなのとか、4ドラに5ドラ36やって、エーフィー、あ、紫の、あの、あと青い子青いのとかいるじゃん、そう好き、エスパータイプ系のやつかな、とあと水NMA 発足からのファンです、卒業を発表したし東京から見に行ってました、泣きました、あららら、ら、あ、フォローありがとうございます、あ、シャワーズ合ってた、グレイシア、あー、ちょっとわからないけど、なんだろう、ポケモンは、ポケモンのあの EV 系はニーフィアとか可愛いのもいいけど、ちょっと青系とかちょっと品があるのとか好き、おー、あー、2時過ぎた、終わろう、おー、またきっと明日も配信するから、その時に見て、また話そう、聞きたいことあったら、答えれることは答えるぞ。そう、インスタまだ更新してないんだよね、明日更新しよう。タカさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます、よし、では13位からギリギリミヤちゃん、あっちちゃん、ドラッピちゃん、マソウくん、ひとよさん、カズリー、タカちゃん、ヤマちゃん、ワッキー、イカリ、シンジ、バタヤンさん、トムちゃん、1位がタマちゃんでした。ありがとうございます。ありがとう。ネイルかわいい。そう。ドゥルルル。キラキラ。紫。そう、かわいいでしょ、これ。色綺麗、あ、マニキュアなんで、もうすぐ落とせる。
では皆さんもゆっくり寝てください。もうマジマジ眠い、眠すぎる。おやすみ、バイバイ、ありがとう、切ります。